はい、もうひたまりなさい。今回はね、バランス調整のお知らせが来たということで、まあ、皆さんとね、やっぱり一緒に見ていこうかなと思います。いや、バランス調整が来たということで、めちゃめちゃに激アツですよね。ま、あでも、実施日時は、まあ、4月20日ということで、まあ、まだなんだけども、まあ、ちょっと今日はね、ま、あいろんなキャラみんなで見ていこうかなと思います。まず、王家七部会。 ドンキホーテ・ド・フラミンゴ。これいいね。通常攻撃、上当たりするように調整。ああ、通常攻撃ちょっと短かったからね。まあね、すごい、それはでかいんだよね。昔ね、クザンとかも、まあ、青木地かなよ、通常攻撃弱かったんだけど、まあね、調整されてめちゃめちゃ通常攻撃当てやすくなったり。まあ、赤いもかな。で、キャラ特性。 体力が1時間の時体力が15%回復から30%回復。ああ、結構大きいね。その15%か30%。で、自分がいるお宝エリアに、えーと、味方がいない時、自分がお宝ダッシュした時のお宝ゲージの初期値動加。あ、普通に、自分がお宝ダッシュした時は、まあ、普通に初期値が増加すると。なるほどね。で、スキル2が、えーと、移動速度が10%から30%増加すると。減少するということでね。ああ、まあ、なかなかに減少される。クローズぐらい減少されるのかな。そう考えたら結構強いなってドーフィー思いますね。やっぱドーフィーって、もう、 鬼ごっこ元祖鬼ごっこキャラなんですよ。まあやっぱり無敵スキルで、まあ、逃げられたりするんでまあやっぱりそれ30%減少するかどうかはだいぶでかいのかなと思います。はい次ビッグマム海賊だ。シャーロットカタクリということでねまあこれ多分赤アタッカーの方なんだよね。はいということでね敵から攻撃した時えー、とごめんなさい。 えっと、100%カタクリで回避のクールタイムを50%短縮。から、スキルから50%かつスキル2のクールタイムも50%短縮。なるほどね。スキル2も短縮されると。つか、つまり、ま、スキル2が結構早いってことだよね。甘だれ餅がね。甘だれ餅、普通に強いからね。移動速度も減少させるし。で、自分が色とか味方だけ当たるためが20%。いじまるとか意味方とかに当たるためが20%。さかつ、友人、得意属性の敵に当たるためが10%。なるほど緑属性に対して、ま、あ素晴らしくいいってことですね。ま、あ次。CP0 ロブリッチ、オイ どっち CP0 ってだって新しい方だもんねそう考えたらめちゃめちゃいいな敵から攻撃された時5%の確率で 10, 15 10秒間防御力20%なるほどねまあロジャーに対してはちょっと厳しいかもしれないけどまあおでんとかには素晴らしいまあいい特性かなうん。 で、スキル1が、ええー、と、攻撃力プラス50。お、なるほど。いいね。で、次、ウルージ。いいね。体力が50%以下の時に当たるダメージが20%増加する。えー、かつ受けるダメージが20%減少する。なるほどね。体力が50%以下の時に当たるダメージが30%。からに受けるダメージが、なるほどね。当たるダメージがちょっと上がったと。で、さらにスキル2が来るためも3秒短縮と。まあ、確かに3秒とかね、意外とそれだけかと思うから、意外とでかいんだよね。で、次、白毛海賊だ。一番大丈マ丸子。えー、っと、体力が低下の上に受けられるのはこれ1べった。痛い。 んどういうことだ敵化けされるダメージを受けたとき一回だけ敵体力が15%。じゃあ一回生き残るってことか。それで15%まで回復するってことか。なるほどね。なるほどなるほど。で次、スモーカー。手出してんじゃねえよが、クリルタイム5秒短縮。それだけね。うん。 さあ、インペルダウン、えーと、所長マーゼランということで、スキル値は十5番ー、あー、40秒になると。で、さらに毒ガスクロロボールが、えーと、30%減少になる。攻撃力30%。結構でかいんじゃない攻撃力30%ってことかカムサイ二2回分ですからね。まあ、カムサイ1回20%なんで、まあ40、40%だから、まあ、ちょっと、まあ、そんなに、うん、なんでもない。自治ーー、うん、ワンの国、ゾロジーロね。自治、ワンの国、ゾロジーロね。ームワンの国、ゾロジーロね。自治、ワンの国、ゾロジーロね。自治、ワンの国、ゾロジーロね。ウルトラ狩りがまあ早いと。 まあ結構いい特性、いい特性になったね。で、和の国女美。敵を弾させて10秒間移動が20秒になるだけね。はい。はいはいはい。クールタイムを4秒短縮。はいはいはい。エンポリオ岩これでかいんすよ多分、岩さんめっちゃでかいと思う。体力が30%以下でかい回避のクールタイム短縮速度が50%回増加。えーっと、ただ単に回避のクールタイム大、ええー、マジえ、待って、俺、岩さんめっちゃ強いかもしれんぞ。で、特性にホルモン状態でアダるダメージが20%増加。はいはいえー、ホルモン状態で結構るダメージが20%増加。かつスキル二のクールタイム。いいじゃん え、めっちゃいいかもしれん。だって、岩さんって通常攻撃多段なんですよ。まあだから、クールタイム。まあでもスキルがね、なかなか当てづらいから何とも言えないけど、ごめんなさい。で、レイジュ。はい。スキルのクールタイム。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、あんま興味ない。<laughs> ワノ国ドレイク。えーと、ダウンせず。ああ、なるほどね。体力依存じゃなくなったってことね。うん。つまり、恐竜さんになるときに、まあ結構強いなっていう感じになりましたと。うん。アロサウルスの強襲ということで。クールタイムを2秒楽しく。なるほどなるほど。 我の国にトラバルがあるわ。体力が30%以20秒かえー、自分がダウンした時20秒間こうおーそれは強いわそれは強い特性になったなまあ、だけども、ガンママイクが当てられないからね。えっ、ー、と、チョパイモン、スキル攻撃力20%。あー、はい。カイドウ、暴力者、ゾーン系。おーゾーン系ついたか確かにそれでかいねゾーン系つくかつかないかは、マジででかいから、本当にいい特性、いいメダル、メダルにもサポートにもなるしね。ゾーン系つくかつかないかで。 ま、あ黒いゲちょっときつくなったって感じか。で、クルタイム7秒ですけと。で、ボアハンコック。まあ、ここら辺はね、ま、あいいでしょう。えー、ポートガス DS。うん、エンテイね、クルタイム。うん、コアラ、通常攻撃あって安い。なるほど、なるほど。確かにコアラね、新キャラの上に通常攻撃弱かったんだよね。うん。ブルック、おなるほど、なるほど、なるほど。まあ、ここら辺はね。まあ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 てな感じで、まあ、情報修正されたということで、親父は親父どこ行ったえ いや、昔の白儀もそうだけど、新しい白儀お願いします新しい白儀ちょっと、ちょっとだけ弱すぎるかな <laughs> あのー、最近の新キャラで弱いかな超便利てからね。圧倒的弱いかな <laughs> ちょっとね、スケ、チャージスキルせめてダウンしなかったらめちゃめちゃ強いなって思います。まあ、そこだけちょっとダウンしないようにお願いしますダウンしないか、あの状態以上入らないか、どっちか。あと、スキル1、全然遠距離じゃない。頼む <laughs> 全然遠距離じゃねえんだ、うちの親父。 え、うちの親父だけかなえ、このスキル1さ、待って、身ぐるみ置いてけってさ、遠距離だよね、一応。遠距離これ全然近近距離マジ近近距離頼むこれ遠距離にしてくださいお願いしますで、こっちで家族を奪おうってうのか。まあ、このチャージ席結構強いんだけどまあ、結構強いんだけど なんか、ダウンしちゃうし、状態以上入るから、すぐ邪魔されちゃう。最近のチャージスキルはもうみんなさ、ダウンしないとか、いい特性ついてんのに、つけてないから、頼む同じお願いしますはい、ということでね、まあ今日の動画は終わるんですけども、まあ一つ、まあお知らせがありますと。まあそのお知らせというのは、えーと、まだ超フェスなしランカー頑張ろうかなって思いました。まあ、なぜならこの赤ゾロが楽しすぎて、ちょっとね、超フェスなしランカーまた目指そうかなと思います。まあね、前回はガチガチに俺なってやる。 るぜみたいな感じでまあ慣れなかったんでまあ重っくそ恥ずかしかったんですよいやまあだって俺下手くそって言ってるもんじゃんまあ下手なんだけどまあだからなんか今回はなんかあんまなる気ないけどちょっと目指しますって言って えひたまさん、そんな価値じゃないのになれたんすかみたいな。ちょっと大人の余裕を、まあ見せようかなと思います。まあ、それにならなくてもさ、なんか、あ、俺別にそんな価値じゃないよ。みたいな。ちょっと言い訳がましく、そういうスタンスでいけば、まあいいかなって。いや、でも前回ね、あんなガチガチにさ、俺マジで頑張るから。俺マジで頑張るから。とか言ってて、まあ全然なれなかったんで。<laughs> 全然諦めたんで。まあだからちょっとね、まあ俺の PS はね、まあ正直ないようなもんなんですけど、まあ今回はね、赤ゾロが解禁されたということで、まあちょっとね、楽しいんすよね、赤ゾロ何より 使っててまあだからまあちょっとね全然いいかなと思いますね前回ちょっとねあのー、まあなんかうんまあちょっとおでんにすごい苦しめられてうん一番ねロジャーはガープとかまあキンエモンとかまあ赤カロで意外となんとかだったけどおでんがねやっぱりなんともなんなくて正直自分の中でまあだからちょっとね今回はまあまた 超別なアシランカー目指したいと思います。皆さん、ぜひよかったら応援よろしくお願いします。いや、うん。超別っていうのはね、まあ、やっぱりロジャー、シャンクス、まあ、黒い毛、ビッグマム、おでんを使わないってとこなんですけども、ま、あね、そこらへん皆さん、あの、応援してくださると、ま、あ非常に僕もありがたいです。でも今回はね、俺ちょっと言い訳したいスタンスだから、あ,まあ、あんまガチでやんないねまあ、あの、一応、まあランカーになれたらなって思います。ということで、<laughs> <ょ> <laughs> まあっと、ダサいけど、だ一番さ、 あれ、慣れたらかっこよくて、ならなかったら、まあそうなんだ、みたいな感じかもしんないけど、まあ、正直ダサいよね。このスタンスめちゃめちゃダサいと思うけど、まあよろしくお願いします。そのスタンスでいきます。前回ガチガチに言って恥かいたんで、今回このスタンスでいきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。